福島健太郎は日本のミュージシャンニアイランズインク所属。愛知県豊田市で生まれ、愛知県名古屋市、アメリカウエストバージニアで育つ。ナムサン大学外国語学部卒業。身長170センチメートル。血液型 A 型。百八十三年十二月三日、山口県出身の父と宮崎県出身の母の間に愛知県豊田市で生まれる。 父親は、トヨタ自動車株式会社のマスターテストドライバー。名前の字は、健康で、太しくたくましい長男になってほしいとの祖父の願いから、健太郎となった。4歳からピアノを習い、和太鼓、ギター、ドラムと、様々な楽器を学んだ。歌は、幼少から、合唱、コーラス、ゴスペルを学び、ジャズソウル R&B レゲエ、ハワイアンに系統。2001年、 森田秀夫が理事を務めた森田国際教育振興財団からの奨学金で高校3年生から1年間英語と音楽を学びにアメリカウェストバージニアの高校に通うこの頃から音楽の分野で頭角を表しウェストバージニア州高校選抜合唱に選出される帰国後アメリカと日本の卒業時期のずれの影響で半年の浪人生活をした後2003年に ナムザン大学外国語学部英米学科入学。大学の同級生に F1 ドライバーの中島和孝がいる。2007年、大学を卒業し、地元の自動車産業の大企業に就職するものの、すぐに音楽の道を志し、名古屋市金山にあるピアノバーで下積みからキャリアをスタートする。2013年4月19日、NHK 番組ューブ」の第一回放送に、 ニュー、チューブアーティストとして、テレビ出演。当日のゲストアーティストは、森山直太郎だった。2014年、ハワイアンミュージックのみで作成した、ファーストアルバム、ケパニをリリース。2015年、デビューアルバムが、ハワイのグラミー賞といわれる、第38回 NA 北派のハノハのアワーズを受賞。2015年、音楽レーベルにアイランズ・インクを立ち上げ、セカンドアルバム、 フロムザ・サンクチュアリをリリース。2016年1月に、楽天ランキングワールドミュージック部門セールス1位を獲得。2017年、初期ハワイアンカバー3部作の最後となる、メネフネをリリース。2017年6月に、楽天ランキングワールドミュージック部門セールス1位を獲得。2018年、サードアルバム、メネフネで再度ハワイのグラミー賞。 第41回 NA 北派の派のアワーズにノミネート。2019年、ホースアルバム、アウモエを発表。プレミアムリナーショー、ザ・ゴッテスシリーズを開始し、この年2回の開催で即完売。ありがとうございます。